ございます。ペコでーす。今日は今からディズニーに向かいまーす。今日はですね、昨日ハリーポッターのスタジオツアーに行った翌日でございます。で、昨日スタジオツアーから帰ってきて、夜12時半ぐらいまで生配信をした後に、私は夜ご飯を食べてカップラーメンを食べてしまったので、もう起きた時からもうむくんで体も足もすごいむくみすぎて痛かった。むくみの最悪のコンディションなんですけれども、今から向かいたいと思います。もう早起きはもうできなかった疲れて夜中結局12時半に生配信終わってご飯食べて3時前ぐらいにしか寝れなかったので、もう10時になりそうなところです。ただいまコンビニでこのマイナス3度タオル売ってた、よかった。マイナス3度タオルと冷たいボディーシート買いました。マイナス3度タボディーシートとかあるかなと思ったけど、私が行ったコンビニ男性用しか売ってなくて、ただ男性用の中でもなんか一番優しそうなコットン 100% ギャッツビーの極冷みたいなものを買ってみました。これをバッグの中に詰めていきたいと思います。今日はディズニーランドでございます。行ってきます。なんかクマもすごいね。行ってきます。はーい、超いい天気でもカラッとしてて、風はなんかちょっと涼しい気が、気のせいかな涼しい車内から出ただけからかな。でもカラッとしてるから、大和さん曰く今日は暑く、そんなに体感は大丈夫だそうです。皆さんお待ちかね、半ズボンデビュー。すでに南風だから怪しいね。あ、花火、うん、はい。今日は着く前に道の道路の中、来る途中を車外の景色を撮りながら、車内で撮った映像からかっこいい音楽をつけて、ドゥーン、ディズニー向かってるみたいなのを撮ろうと思ったんですけど、寝てました。すっきりしました。行ってきまーす。行ってきまーす。あ、見て思い出した、ガーランドつけてくればよかった、忘れてた。よし、行ってきまーす。今日は前回スミーと言われた T シャツ着てます。行ってきまーす。行ってきまーす。その手の角度でさ、グーして、せーの、グー、グッとグッとして、左手でグッと、違うグッとよ、グッと、グーはグッと、イエーイ。はい、行ってきまーす。こんなに天気がいいから一杯目のビールが美味しそうだな、うん。今日の予定は、私たちのやりたいことリストは、ウッドチャックキッチンで冷たい冷麺を冷たい麺、チキンテンダー麺を食べる、以上。あとはハーモニーカラーを見る。いつもの場所、違う場所で見てみるのもいいかもよ。チューンタウンとか。もう無理？じゃあハーモニーカラーをいい場所で見るのと、チキンテンダー麺を食べる、以上。あとはブラブラ楽しく楽しみたいと思います。だって夏休み前の週末、どうやらチケットは、ね、昨日の段階でどの犬種もないぐらい売り切れてるようなんですけど、混雑はどんな感じなんでしょう。行ってきます。こんにちは。行ってきまーす。なー、インパーク。この時間でも荷物検査も結構並んでたけど、エントランスもすごいね。こんな感じで、すごい。誰かどこかでキャラクターグリーティングが合ってるんですかっていうぐらい、エントランスもこの時間でもたくさん人がいます。
そして日傘を差している方がいっぱいいらっしゃるんですが、なんと私日傘車に置いてきてしまいました。ガビン。でもなんかこれぐらいだったら今日帽子をかぶってるしどうだろう、ちょっとチャレンジしてみます。あ、オーロラが来た。わざわざね、家から出るときに日傘忘れたと思って駐車場から家に戻って取りに帰ったのに、さらに車に忘れてるっていう、とんでもね、忘れ物ガールやっちゃいましたので、本当もう日差しがやばすぎたらもう一回駐車場に戻りたいと思います。オーロラさんです。すごいです。めちゃめちゃ混んでます。もう夏休みに入ったかなっていうくらいお子様連れの方も多いし、めちゃめちゃ混んでる。これオーロラのグリーティング10分以上頑張ってみたんですけれども、断念して、旦那が今ガゼーボにいるということなのでガゼーボに向かいます。でもガゼーボも激混みらしい。すごいね。うわ、こんな光景久しぶりに見た。めちゃめちゃ混んでるじゃん。リフレッシュメントコーナーの列がこんなところまで来てる。すごい。うわうわ、ガゼーボの列、あ、いた、大和さんいたけど、ガゼーボの列もやんばすごいです。本日のディズニーランドやばいね、激込み。カリボもすごいし、うん、すごい。今私オーロラのグリーティング行ってた。でもダメだった、諦めたオーロラ、人多すぎて。おはようございます。ちょうどあった。やばいでしょ今日、激込み。やばかった。やばい。混んでるけどめっちゃ晴れてる。すごい。私ちょっとあのボイジャールームバイツ、あっちが空いてないか見てきていい？ビール。うん、ビール。うん、でもあのアルミカップで飲みたいの？うん。浮輪マンがあるからめっちゃ混んでるね。一応見てきていい？いいよ。ということで、ボイラールームバイツ。うケイジャンシュリンプもすごい並んでます。まあ、この時間帯まだ入園してくる人たちが多いから、エントランスに近いここら辺のお店は混むんだよね。だから奥地に行った方がすぐ買えそうな気がする。それこそ土着キッチンとか行ったらすぐ買えそうな気もしますけれども、ちょっと行ってみましょう。もしかしてこれは全員ボイラールームバイツの列。とんでもない、ガゼーボ以上にとんでもないことになっている。折り返しぐらいになってた。はい、とんでもないです。とんでもないから戻ります。まだガゼーボの方がすぐ買えそうです。えげつかった。あっちはやばいよ。とんでもね。しかもまだこの時間だからエントランスから近いここら辺はとに特に混むよね。だからウッド着キッチンとか行ったら結構すぐ買えそうな気がする。どうだろうな、今日はこの感じだと。でもね、昼過ぎたらガゼーボも好きですよ。どちらで今45分待ち。あ、昼過ぎたらって今みんなちょうどお昼ご飯食べようとしてる時間帯か。うん、でもハオカラ後はここら辺空いてる。もう地蔵ちょっとね、場所なさげ。すごいもん今日は。
ガゼーボのスーベニアはこのドリンクボトルでした。ここでもシーズナルグルメチケット売ってます。ドリンクボトルかわちい。あ、見てソーセージの紙も。あ、そうだ、本当だ。あ、余計ソーセージ欲しくなっちゃうね。かわいい、この紙。次の方お伺いします。生ビールを5つください。はい、かしこまりました。じゃあ会計3750円でございます。クイックペイで。クイックペイで、はい、こちらにお願いします。こちら、はい、ありがとうございます。こちらお一つに、一箱に4つしか入らないので1つだけ手渡しで大丈夫ですか。はい、もちろん。あ、ドリームボーラウンドソーセージ。ドリームボーラウンドソーセージ、うわー、スレスレ、すごい。こちらのカップが、飲み終わりましたらペットボトルのゴミで、はい、これ何買ったの。コーヒー、コーヒーミルクスムージー、ミルクコーヒースムージーだった。うん、なんか上に乗ってる。そうそうそう、ナッツ的な。混ぜてねって。このカップもかわいい。映える。映えじゃん、この2つ。映えじゃん。でも映えだけかと思いきや、あなたもビール買ってるんだからね。じゃあみんなでいただきましょう。ちなみに私はちょっともうまた帰り並ぶの大変なので2行きました。じゃあ乾杯しましょう。じゃあ私これって決めてた。せーの、乾杯。ドリーム5ラウンド、イエーイ。でもまさかさ、このフード系のこれまで変わると思ってなかったからね。だって4月に新しいの作ったばっかりでしょ。うん、ま、テク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 。ぐるぐるするんですよ。ごちそうさまでした。そんじゃあ今からお友達が、マカロンとマカロンケースを買いに行くってことなんで、レストランで待ち時間調べたらマカロン売ってる中で一番マジカルマーケットが0分から10分待ちっていう短かったので、そこに突撃、隣の晩ご飯しに行きたいと思います。マジカルマーケット着きました。0分から10分待ちだったけど、ちょっと混み出したのかな。それでも多分他のマカロン買うところよりもここが一番空いてるんじゃないかなと思います。じゃあマジカルマーケットを並びます。多分いいな。ほんまにやったらいいです。なんかドリンクだけかと思ったらアイス売ってるからね。うん、そりゃ混んじゃうわ。並びます。お願いします。来ました。いいマカロン。これだね。アプリで0分から10分待ちって見てたけど、列長いじゃんと思ったけど、進みが早くて10分以内ぐらいでもうすぐレジです。買います。はい、マジカルマーケットに来た。ついでにね、ついでにトルバドールタバンにドリンクを買いに来ました。トルバと隣のキャプテンフックスギャレーはすんごい列ですけど、トルバトールタバンはそんなに 4,5 組待ちかなっていう感じです。待ちます。
ここで待ちます。メニューは こんな感じです。はい、じゃあトルバトールタワーで5分も待たずに買いました。この間つい最近知った、実はクラフトビールが売ってるってことで、ハーベストムーン、紙コップなのでよくわかんないんですけどハーベストムーン買ってきました。そしてトルバトールタバンでモアナちゃんはスパークリングゼリーティーかっこオレンジ、触ってもいい？いいよ、柔らかいから気をつけて。じゃん、こんな感じの爽やかなミントが入っているドリンクです。あ、どうぞ、すいません。 ありがとうございます。いただきます。じゃあ乾杯しちゃうか。あの最高のアメリカ川沿いに来ました。はい、はい、乾杯。乾杯乾杯。イエーイ、うまい。美味しいゼリードリンク、甘すぎない？いけるいける。ストレートティーにオレンジ混ざってるみたいな。オレンジシロップが効いてる。舌がすごい結構濃い。果肉入ってるね。あ、え、すごっ、めちゃめちゃオレンジの果肉入ってる。ちょっと取ろう。取ってオレンジの果肉、え、めちゃめちゃ少なかった。え、じゃシロップじゃなくて多分オレンジの果汁だ。すごい、すごいよ、ほら、すごいよ、すごいよ。渡された時気づかなかったね。全然気づかなかった。あ、めちゃめちゃゴロゴロ入ってる。ゴロゴロ入ってるやん、果肉すごい。ゴロゴロゼリーっていう、あの売ってある商品ぐらいゴロゴロ、あの果肉が入ってます。すごっ。じゃあ私はハーベスト。美味しい。サンマの草っていいよ。美味しいね。だってほら顔映せる人なんだから。ハーモニーから50分前になりました。そろそろあの大和さんとお友達が待ってくれてる場所に戻りたいと思うんですけれども、今ウエスタンランドからもうプラザに向けた場所にいるんですけれども、もうすごいです。この時間は立ち見もちょっと見るのが大変なぐらいかなり混み合っております。すごいね、夏休みって感じがする。今日本当にチケットが取れなかったらしくて、そうなんだ。さっきお会いした視聴者様も、もうずっとやって夜中の1時ぐらいにやっと今日が取れたって言ったから、すごい、夏休みはこんな感じかも。皆さん、もしハーモニーカラーを見たいってなったら、もう4時間前ぐらいから待つ覚悟が必要かもしれません。こんな感じです。はい、今日はシンデレラ城この位置から望む、この場所から見たいと思います。今開始40分前です。何？これ、お誕生日プレゼントです。ありがとうございます。ありがとう。開けてみていい？今、はい、どうぞ。やった、開けてみよう。わーい、誕生日プレゼントもらっちゃった。え、なに、かわいいんですけど。かわいい。え、かわいい。え、めっちゃかわいい。どこなんつって。え、ディズニーストア？いや、違います。あのショッピングセンターでなんかいいなと思って。すごい、全部刺繍だ。かわいい、初めて見た、めっちゃかわいい。ワンオブカインド。はい、あ、はい、ありがとう。パンツ、ちょっとパンツしまって。はい。ありがとう、すごいおしゃれ、ありがとうございます。ありがとう。じゃあすごい暑いからこれどうぞ。マイナスサンド、マイナスサンドタオル、今年初じゃない？初マイナスサンドタオルデビュー。気持ちよくてびっくりしちゃう。これ一回顔拭いたりしちゃダメなのかな？顔用じゃない、
やばいっしょ、気持ちいいっしょ。うん、で、の、あ、気持ちいいね。気持ちいい。体、体もいいの、いいのか別にね。気持ちいい。で、広げて首に巻いてください。懐かしいね。気持ちいいやろ。よくやったね。うん。絶対気持ちいいです。あ、やば。気持ちいい。よかったね。気持ちよすぎる。はい。あ、最高。最高。最高グーください。せーの。最高グー。14時5分になったので、もうすぐですね。もうすぐだね。じゃあこのシンデレラ城を向かって、でもこうやって出るからシンデレラ城を入れるのは難しいかもだけど。いまーす。思います。ハーモニーカラーは何でついてくるの？違う違う、ちょっと声を聞きたいの。ハーモニーカラーは私はそんなにファンサーもらえなかったけど、隣の女の子がね、ベルの格好をしてて、あのプリンセスの格好をしててね、お誕生日やそう、ね、協力したらベル呼ぼうねって言って、そしたらベルが来てくれて最高、もう感動してた、お父さん泣いてたし、うん、ね、最高でし た, かった。じゃあウトチャックキッチンの方に行きます。行きましょう。暗い、行きましょう。待って、マジで
できまーす。はーい、ここまで来ました。ビッグサンダーマウンテン40分待ちの、ポップコーンとブラックペッパーのポップコーンとアイスとドリンクのワゴンはかなり混んでたんですけれども、カウボーイクックハウス、スモークチキンレッグとアルミカップのビールが販売しているカウボーイクックハウスは待ちゼロでした。それじゃそれじゃ、今からウッドチャックキッチンに行くんだけど、13時ぐらいに一回来た時はめちゃめちゃ混んでた。もうあんなに混んでるウッドチャック久しぶりっていうか初めて見たっていうぐらい混んでたんだけど、さてハーモニーカラー後のウッドチャックキッチンはいかがでしょう。あ、めちゃめちゃ、あ、めちゃめちゃ空いてる。さっきに比べたら全然空いてます。離れ小島、あ、かなり空いてます。さっきより全然空いてます。ウッドチャックキッチンに行ったけど、ここね、何でもある。スーベニア系が何でもあります。バナナビールももちろんあるし、スライドショースタート。シェフのおすすめセットを頼みますと、スーベニアでじゃじゃん、あ、ごめんなさい、クリームブリュレ風チュロスもあります。そしてスーベニアでランチボックスをつけることができます。それ以外にもクリームブリュレに、あのチュロスにお手拭きキャリーもつけれて、ミニスナックケースもございます。シーズナブルグルメチケットセットもありますよ。ということで、ウッドチャックキッチン、ハーモニーカラーが終わるとかなり混雑が緩和しているので、この時間帯がおすすめです。はい、ウッドチャックキッチンで買ってきました。ヤマトッチは、シェフのおすすめセット、ポテト付きセットだからポテト付きで、飲み物はコカ・コーラで、今日はポテトがすごい塩分が効いてるみたいなので一ついただきます。うん、めっちゃ塩効いて、めっちゃ塩効いてる。でしょ、すごい。私は細いタイプです。確かにウトちゃんは細い。私は単品とオレンジジュースの大きいやつにしたけど、もう喉乾きすぎてオレンジジュースはもうなくなりそうです。で、ヤマトッチがスペシャルセットにしたので、これをつけることができました。じゃーん、ランチボックス、これ大きさ伝わるかな、手2つ分結構大きいです。これは折りたたみされてて、こんな感じのボックスになります。これとスーベニアは本当にね、さっき紹介したようにウド茶は何でもスーベニアが買えて、私はこちらのミニスナックケースを買いました。これもつけていきたい、リュックにつけたいぐらい可愛い。これミッキーのおててになってて、こんな感じです。そしてそして、私は今このマイナス3度ヒアタオルをやったんだけど、もう最高に気持ちいい。これは絶対もう持っていくべきだね。めっちゃ気持ちよかったでしょ。めっちゃ気持ちいいです、マイナス3タオル。あ、待って、明るさ暗くしたまんま。マイナス3タオル最高。じゃあ食べるぜ。いい、なかなかさ、ディズニーで箸もらうことって珍しくない、うん、いただきます。うん、ドナルドは半ペンなんだよね、私はね。これはうまいわ。うん、このさっぱり、いいね、うん、めっちゃさっぱり。
個人的にだけど、チャイナボイザーよりこっちの方が暑い日は絶対いい気がする。チャイナボイザー食べてないから何とも言えないけど、酸味が効いてて美味しい。酸味が効いてるけど、そこまで柚子の、あの香りが強いってわけじゃないから、うん、ゆず塩って感じ。そもそもゆず塩ってなんか名前なのかな。塩だしにうまい。これはいいわ、さっぱりしてて。そんな冷たーって感じでもないスープが、うん、すぐ食べなかったからかな。これはいいわ、つるつるいく。この卵麺も美味しい。これはドナルドはんぺんだ。中華麺うまい。野菜が入ってて一緒に食べれるのもさっぱりしていいね。うん、うん、夏はこれだ。これはねリピートしちゃうね。夏の正解出ちゃったんじゃなくて、うん、チキンテンダーどうなんだろうと思ったけど合う。合う、めっちゃ合う。合うし、この出汁に浸したにした方が美味しい。チキンテンダー食べます。浸してもさ全然ふやふやじゃないよ。浸したにした方が美味しい。チキンテンダー、チキンテンダー生まれ変わってる。今まで食べたチキンテンダーじゃないか。これあのプラズマで買ってきて追いした方がいいかな。いや、なんか違う感じがするんだけど、これ衣一緒かな。でもやったら絶対美味しい。今度おいテンダーし、おいテンダーお待ちしてます。え、テンダー食べた？もう今が最初。うん、うん、飲むな。うまい。あ、でも多分一緒だと思う、プラズマのと、ね、めっちゃ合う。うん、しかも量もいいね、テーマってすごい。なんかさ、このメニュー見たとき冒険したなみたいな、なんかやっつけ仕事したなみたいな思ったけどさ、合う、計算されてる、めっちゃ合うわ。なんか東京のメニューって基本ちょっとチャレンジしてる。うん、去年の冷やし麺も美味しかったもんね。うん、まあドナルドの足も美味しかった。なんかちょっと普通のそう、どっかで食べた味がしてたけど、はんぺんはめちゃめちゃシンプルなはんぺん。このスープがさ、おスープっていうかお汁が飲み干せるぐらいちょうどいいね、塩分も、うん、濃すぎず。でも確実にチャイナボーイじゃ超えたと思って。まあジャンルがね全然違うから、うん、あれだけど。テク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 。はーい、ではご飯食べてトイレ休憩まで済ませたので、私たちは久しぶりのじゃじゃーん、カントリーベアシアターに行きたいと思います。いや、もう16時を回りましたけれども、日差しはまだまだ強いです。日差しはまだまだ強いので、こういう時は屋内アトラクションということでカンベア行ってきます。はい、久しぶりにカントリーベアシアター行ってきました。何より涼しくて気持ちよかったです。久しぶりにカントリーベアミュージックを聴きました。あー気持ちよかった、涼しくて。じゃあ次はどのアトラクションに行く？どこ行こうかな。スモア？スモア行くか。ステッチエンカウントじゃなくてアロハエコモマイ。
涼しい室内のところばっかり行ってる。暖かくアトラクションに行きたいと思います。国内アトラクションのホーンテッドマンションに来たけど、待ち時間35分でした。ホーンテッドマンションはね、キューラインが屋外だからちょっと35分待つのは辛いな。あ、ところでじゃあゲリラジャンボリー、わーすごい、キャストさんいっぱい、キャストさんいっぱいです。ビリビリビリカラー、 It's a small world に来たら20分待ちでした。スモアも多いけど、何よりさっき自動販売機の前を通ったら自動販売機にもすんごい行列で、水分補給するのにも今日は一苦労な感じですね。でも水分取らないと危ないぐらい暑いので、皆様、あ、ちょっと喉乾いたなぐらいでも買い始めた方がいいです。なかなか買うのも大変です。すごい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 、こんな感じだよ、すごいです。ニューファンタジーランドに来てます。ガストンのお店はそんなに外まで待ち列はないけど、6月13日からマコロンが買えるルフーのお店は今までと違ってかなり混んでますね。でも15分前後では買えそうかなという感じで、美女と野獣の待ち列はこんな感じです。何分待ちなんだろう。ちなみにここに来るまでプーさんのハニーハントは45分待ちでした。美女と野獣はこんな感じです。何分待ち？聞こえなかった。125分。これ美女と野獣ほとんどが屋外で並ぶアトラクションだから、皆様これ並ぶ前に必ず水分手に入れて並んでください。屋外で120分、100分ぐらいは屋外だから大変だ。夕方近いとさ、向こうに木が多いからちょっと日陰ができてる。まあまあまあね、夕方の方がいいかもね。こりゃ大変だ。皆様、自動販売機はどこもかしこも大行列なんですけど、この奥まったところは空いてるんじゃないかなと思って来たら大当たり。ここの自動販売機であればすぐ買えます。ただここはね、現金のみです。現金を持ってきていればここで買うのが一番早いし、17時現在ここら一帯はね全部日陰になってて、ベンチもたくさんあって涼しいです。休憩するならここだね。時刻は5時半を回りまして、やっと少しずつ日陰にいたら風が吹いて気持ちが良くなってきました。トゥモローランドこんな感じ、モンスターズインクは40分待ちだけど、私たちはスターツアーズに行きたいと思います。どうだろう、今トイレ休憩してきたんだけど、トイレに行く前は5分待ちでした。スターツアーズ最高かよ、最高かよ。あ、ちなみにとんでもなく個人的な感想なんですが、トイレの中の空調はウエスタンランドのトイレの方が涼しかったです。トゥモローランド側のトイレは空調まあまあって感じでした。まだウエスタンランドは涼しくてね、ついつい 1,2 分ぐらい寝ちゃった。あ、たった今スターツアーズ、たった今10分待ちになりました。たった今、まあそんな待たないでしょう。では本日2つ目のアトラクションスターツアーズ行ってきます。10分待ちです。
しい。久しぶりの追加料理。あ、ここら辺からちょっと。もうテストしてくれたのか。だったらちょっと見せてくれる。けなげちゃんと、おとぼけちゃん。メモリー久しぶりのスターツアーズめっちゃ楽しかった。叫んだ叫んだユー私すごい声出してたでしょ。わーわー言いながら乗ってめっちゃ楽しかったです。さあ次何しようかね。ありがとうございます。さあ次何しようかな。パンギャラティックピザポートの2階のベンチに座ってます。トゥモローランドはさ、うん、一番早く影になる、あの日陰になる全体的に。そう、なんかこの話夏去年か一昨年かした気がする。そうだね、涼しいね。風も出てきて、風が出てきたのはちょっとありがたいけど、花火的にはありがたくないっていう微妙な状況。そうさ、今日は唯一のさ休憩になるお昼ご飯が外だったからになってったって。そういや、レストランも混んでる。混んでる。でもそう考えたらさ、うん、ガスト空いてたね、うん、待ち時間はなかった。ガストもおすすめ。混んでてもお店空いてるよ。うん、空いてる、うん、じゃあ今もう6時過ぎだよ。早くない？こんな明るいんだ。うん、明るい。さあ、何する？涼しくなってきたからビール飲んだってもいいな。まあ、どこかでカリブルじゃあ行ってみよっか。とりあえずカリブの方どれくらい待ちなのか。あとはなんか乗りたいところある？今日行ってないエリアある？一周したか。あ、トゥンタウン行ってみる？特に予定ない。あ、アイスリングはスターツアーズの冷たい水を当てて復活しました。やっぱりスターツアーズ出たところの水飲み場は冷たくて美味しかったね、うん、美味しいです。でもなんか前より濡くなった気がした。冷たくなかった？気のせい？今日すごい冷たく感じた。また再イエーふかーってなりました。あ、涼しい。風が吹いて涼しい。でも今日この感じの風の強さと風向き的に花火はなさそうだね。カリブの海賊に向かってます。18時半のワールドバザールはこんな感じでございます。人は行き交ってるけど、お店の中覗く限り全然買い物しづらいとかいうことはなさそうです。今日は絶対的に8時以降、8時半以降はめちゃくちゃお土産屋さん混むと思うし、あ、グランドエンポリアムも混んではいるけど並ばずにそのまま、お菓子屋さんもそうだね、そのまま行けそうです。もうこの今が最低ラインぐらいだよね。7時までぐらいにお買い物は今、はい、移します。7時までぐらいにお買い物は済ませた方が良さそうだよね。じゃあメモリーゴーラウンドになってる。あ、すごい立体的だ。すごいかわいい。あ、おもちゃ予約しなきゃ。かわいい。あのマドラーかわいい。もともとの鉛筆の方があれなんだ。マドラーも全く同じデザイン。違うか。あ、全部もう昔のが置いてあるんだ。そうそうそう。すげー。
紙袋出す。かわちぇ。そう、だからショップを見に行きたいんだよな、実物見に。見るだけだけど。買わないけど見に行きたいの。だカリブ乗ったら行かないとすごいことになりそう、ショップ。行けまーす。アメリカンワッフルカンパニーは45分待ちぐらいだそうです。なんでもって私全然知らなかった、気づかなかったけど、ここに立ち飲み、立ち食べ、立食スペースができてるのね。知らなかった、ここに立食スペースができてるの。うん、知らなかった。こうは行くけどさ、ここ見ないから、そう、分かんなかった。さ、アドベンチャーランドの方は、まあまあ午前中よりもかなり空いてきたんじゃないんでしょうか。これはチュロスの列ですけど、チュロスはまだまだすごい列。これはもう一日中変わらなさそうです。ほんでもって今から乗りに行くカリブの海賊は15分待ちでございます。かっけえ。じゃじゃーん、15分待ちです。行っていいのかな。15分待ち。乗っていきます。カリブの海賊前のワゴンに来たら、すごいカチューシャのキラキラ、いろんな色が出てるんだね。知らなかった。綺麗です。いろんなカチューシャの色が出てます。カリブの海賊乗り終わって涼しくなってきたからビール活動再開しようかなと思ってガゼーボ行ったけど閉まってました。多分19時までだったのかな。4分過ぎちゃいました。あ、18時半。あ、全然ダメじゃんじゃあ奥地行きましょう。奥の方はまだ空いてるので、ウエスタンランドの方に行きたいと思います。アドベンチャーランドは、あとあ、ビール情報いらない、ビール情報いらないか、やめとこう奥行きます。涼しくて最高。カウボーイクックハウスに来て昼過ぎに来た時には空いてたから、ここでビール買おうと思ってたんだけれども、ところがどっこい、もうとんでもない、あっちの奥まで行列ができてました。でも並んでる人見る限り、なんだろう、お友達同士とか若いカップルの子が多いから、もしかしたらこれを夜ご飯にするのかもしれない。7時10分、私たちはチキンの夜ご飯はちょっともうあれなので、カレーを食べに行きましょう。ハングリーベア、なんならハングリーベアレストランでビール買った方が早いね。ビールだけ買うにしてもね、きっとね。間違いない。ハングリーベアレストランに行ってきまーす。はい、本日の夜ご飯、カレー無事にゲットできました。あと5分でパレードが始まるから、もっと空いてるかなと思ったけど、まあでもいつもよりは空いてるか。5分10分ぐらい待って買えました。いつものカツカレーにチーズのセット、こちらがドリンクです。いただきたいと思います。温かいうちにかけてって言われたから、温かいうちに、すごい30g、チーズ 30g です。すごいすごい、すごい。やばい、もうよだれが出てきちゃう。いただきます。
来るんでしょ。ほんで集合でしょ、うん、みんなで。じゃあ私はプラズマレイズダイナー行ってくるわ。うん、行ってらっしゃい。うわ、さっきカメラ回ってない時はさっき飲んだでしょとかって言ってたくせに。さっき飲んだでしょ。じゃあね、スミスミじゃないよ。じゃあビール活動してくる。まだだってあのお昼休憩やったから4杯しか飲んでないもん。てかここでビール買ったら早いよ。運動だよ運動、カレー食べたから。うん、どうしよう。そうやね、プラズマレスタイム混んでるかな。うん、それ混んでるでしょ絶対。今行ったら5分ぐらいで帰るよ。いや買えなかったら買えなかったでいいや。夜のパークを楽しんでくる。うん、あんたみたいにこもらないから。私はじゃあ行ってきまーす。さよなら。またフォンテで。フォンテで。花火の中止は決定したんだけど、まだアナウンスが流れてないから、シンデレラ城前で多分花火を待ってる人たちが結構いますね。え、アナウンス流れたの？流れてないよね多分。さっきお会いした視聴者様もって言って知らなかったみたいだから、そろそろかしら。夜になってもこの混雑ぶり、ゴイスージャパンすごいです。私は最後の、本日最後のビール活動。夏場はやっぱりちょっとビール活動のさ、なんでしょう、ビール活動のあれがね少なくなっちゃうね。真昼間の本当に暑い時はさ、やっぱ飲まない方が。今日痛感したんだけど飲まずに。結局私今日は500ミリリットルのアクエリアスを2本と500ミリリットルの水を1本飲んだんですけど、そうやって過ごせばバテずに最後まで元気に。今日ほぼ休憩してないけど、お昼ご飯も外で食べたけど元気に過ごせました。これから夏はその作戦でいきたいと思います。さあプラズマレイズダイナー、どれくらい混んでるんでしょうか。あ、アナウンス流れるんじゃない。東京ディズニーランドからのお知らせです。本日の花火スカイクローブカラーズは上空の気流が不安定なため中止させていただきます。どうぞご了承ください。おお、あ、全然並んでないじゃん。ラストオーダーとなります。あと8時30分でラストオーダー。8時30分でラストオーダー。これで花火ないとなったから流れ込み最後の需要が来るかもね。じゃじゃーん。じゃーん、ビール無事にゲットしました。じゃあこれを締めで飲んでホーンテッドマンションに向かいたいと思います。よし、飲むぞー。チリース。なんか私の頭上にライトがあるからさ、いい感じに当たって合成したみたいな後ろ映像になってない？いや、今日は本当にたくさんの方に声をかけていただいて嬉しい。嬉しいです。ありがとうございます。
スイートハートカフェはめっちゃすごい行列。でもそうだよね、この最後の時間スイートハートカフェは混むと言っても、いやそれでも今までは久しぶりこんなに混んでるの見たな。スイートハートカフェでできればプレートが買いたかったんだけど買い損なっちゃった。うまい。よし、あとはゆっくりしてホーンテッドマンションの方に向かおうかなと思ったけど、遠方から来てるお友達がどうしてもメモリーゴーラウンドの中スーベニアメダルをしたいみたいで、友達は今ギャグファクトリーまで急いで向かって行ったので、私がお使いでペニーアーケードのところにメダルしに行きたいと思います。私もついでにやっちゃおうと。じゃあペニーアーケードでメダルやってからホーンテッドマンション向かいます。考えられないぐらい久しぶりにめっちゃ気になるペニーアーケード来ました。あ、これだ、ありました、ありました、ありましたね。まず一つはこれだ、これとその隣のこれですね。じゃあ行きます。じゃあ任務完了。サールかっこいいんだけど、じゃじゃん、任務完了。自分の分もちゃっかりやりました。じゃあ本店目指します。かっこいいよね。大丈夫ですよ。ホーンテッドマンション行ってきます。こんばんは。5分待ちです。あ、意外に並んでる。大丈夫かな。他にね、トイレぐらい貸してほしいわ。ホーンテッドマンション乗ってきました。いや、ちょっと残念ながらラストゲストはスカイさんに取られちゃったんだけど、最後の最後になんとか間に合って本店に乗れてよかったです。今日はマジで充実してたね。もう何のあれもない、うん、何のあれもなくてすごい充実した一日でした。じゃあちょっと帰らなきゃいけないんですけれども、本当にもう申し訳ないけどトイレが行きたすぎるので、おトイレだけ行かせていただいて帰りたいと思います。はい、帰ります。後ろにシンデレラ城、おお、映え写真。後ろにシンデレラ城で、もうホーンテッドマンション出てギリギリに乗ったので、出てきたら9時を回っておりますので、急いでエントランスに向かいたいと思います。今日も一日お付き合いありがとうございました。はい、ならっきょー、バイバイということで終わろうとしたんですけど、シンデレラ城抜けてきて白舞を見たらまだまだ、うわ、奥まですごい、奥まですごい人です。もう私たちもそうなんだけど、もう帰りましょう。私たちもよ、本当に私たちも早く帰らないと。よしよし、帰りましょうっと。はいはい、お待たせ、帰ろう。はーい、終わったと思いきや車から最後にお届けいたします。今日は本当にめちゃくちゃ混んでる東京ディズニーランドでございました。あ、スリング戻してた。めちゃくちゃ混んでるディズニーランドでございました。あんなに混んでるの久しぶりに体験したなっていうぐらい混んでた。
まあ、トイレは私がいた時にはトイレはそこまで待たずに入れたけど、レストラン系もとにかく混んでたし、アトラクションもね、うん、夕方ぐらいまで、夕方以降、うん、もうずっとか、ずっと混んでたし、暑かったし、今日は結構ハードな環境だったんだけれども、すごいいろいろ回れてめっちゃ充実して、本当に時間が足りない一日でございました。いやー、充実していた。本当にあっという間に終わりました。あの、もう暑さは皆さんもう真夏と同じぐらい、あ、でもね、日が暮れると今日は風が強かったっていうのもあって涼しかったんですけれども、なんか逆にちょっと寒いってなるぐらい涼しかったんですけれども、もうあの夏対策、本格的な暑さ対策をしていって損はございません。そんなこと言いながら、私は昨日パッキングの生配信をしたにもかかわらず、ハンディファンを忘れ、そして車の中に日傘を忘れていったんですけれども、なんとか、耐えれました。皆さんはお忘れなく。宮松さんはどうでしたか、今日一日。うん、疲れた。やっぱ日差しを浴びると疲れるね。あとね、パッキングの配信見た方はご存知だと思うんですけど、パッキングの配信始まった時にはもう寝てたんですよ。早寝したね。そう、あのハリーポッター行って帰ってきて準備してすぐ寝たんです。で、まあ、11時ぐらいに多分寝たんですよね。寝てた。で、アラームを7時にかけたの。そしたらなんと3時に起きちゃいまして3時過ぎだよ、私3時ぐらいに寝たもん。3時頃、寝不足だから疲れちゃったってことね。寝不足ではない、あの、まあ、4時間ぐらい寝てるんで寝不足ではないんですけど、う、ね、もう起きてから早起きしすぎるとさ、夜その分早く眠くなるでしょ。そうだね。そうだから夜が結構ね、眠気との戦いでした今日。だってその3時半ぐらいに起きてさ、7時に目覚ましかけてて、私も7時に目覚ましかけてたんだけど、早く起きて早くお風呂も入ったもんだから、7時前に私も起こされました。ペー行くよって、起きてって。でも結局ゆっくり出たけど、そんな感じで暑かったものの本当に楽しい一日でした。早くあと1時間長く営業してほしいなって思うぐらい、あ、夜がすごい快適だったから涼しくてね。でも花火がやっぱり残念だったな。残念だったね、やっぱりないねこの時期。まあ朝からね南風だったんで、そうそう、ないんじゃないとは言ってたんだけどね。期待はしてなかったけど、やっぱないと寂しいね。というところで今日の動画は終わりにしたいと思います。これから週末行かれる方マジで混んでますので、あの行く前に結構プラン立てて行った方がいいかもしれないです。できることが限られてきちゃうかも。みんな早く寝て、バイバーイ、手振ってください、バイバーイ、あ、映ってない、バイバーイ。5 AM and we are in trouble, but we don't really care.Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up.